漫画、ドラゴンボール作者で知られる漫画家、鳥山明さんが死去したことが8日、バードスタジオとカプセルコーポレーション東京より発表された。68歳だった。これを受け同日、井上武彦氏が自身の X、旧、Twitter を更新し、なかなか受け止めきれない。鳥山先生、ありがとうございましたと追悼した。鳥山さんは1978年にワンダーアイランドでデビュー。その後、週刊少年ジャンプで、ドクタースランプ、ドラゴンボールなどの人気作品を世に送り出してきた。特に1984年に連載をスタートさせたドラゴンボールは、世界的な人気となり、アニメ化、実写化などされ、今もなお愛され続けている。また、ゲームのドラゴンクエストシリーズやクロノトリガーのキャラクターデザインを手掛けた。